アリの餌場フィールド用にコケリウムを作りたいと思います。今回の材料はアクリルケース、発泡スチロール、土と石、そしてコケです。まずはアクリルケース、大きくて中が見やすい、透明なアクリルケースを用意しました。縦15センチ、横15センチ、高さ10センチです。発泡スチロールはコケリウムの中に傾斜を作るために使いたいと考えています。目盛りをつけたら1センチの厚さに切り出していきます。できました。4枚の発泡スチロールの板を作りました。アクリルケースには下処理として4ミリと10ミリのチューブ穴を開けました。アリのコロニーをつなぐためのチューブ用の穴です。それでは先ほど切り出した発泡スチロールを発泡素材用の糊でアクリルケースの土台に貼り付けていきたいと思います。このように一部に段差をつけるような形で発泡スチロールを配置しました。ホームセンターなどに行くとこういった発泡スチロール用の糊があるんですね。今回初めて知りました。発泡スチロール専用の糊ということなので、これできっちり貼り付くのではないでしょうか。あとは糊が乾くのを待ちます。では糊が乾きました。きっちりくっついてますね。アクリルケースに先ほど開けた穴にアリを接続するためのチューブを接続しておきます。それでは土と石を入れていきたいと思います。今回は2種類の土とレイアウト用の石ですね、これを配置したいと思います。こちらは苔の専門店さんで購入しました。一つ目の土は水分を腐らせないための土です。苔を維持するために水分を保湿していくんですけれども、溜まった水が腐らないようにするための土だそうです。では、その上に、2つ目の土、こちらは水分を保持するための土です。これを上にかけることで、上の土で水分を、保ってですね、そして下の土で、その水分が腐らないようにするという、配置になります。発泡スチロールのおかげで、傾斜がついた、形になりました。次に石をレイアウトしていきます。これはもうフィーリングに合わせて自由に置く形なんですけれども、最初置くときはちょっと迷いました。いろいろ石の場所を変えながらなんとなくレイアウトの形をまとめていきました。次に小さな石を追加します。今回のレイアウトでは、水分が、たっぷり保たれた苔の部分と、苔があまりない部分とに分けようと思っているので、左半分を、あまり苔が、生えていないフィールドという、形に見立てて、半分だけ小石を置きました。
では、いよいよここから、苔を植え込みます。今回3種類の苔を、用意しました。まずは沖縄苔、そして卵苔、そして3種類目は、大虎の尾苔。この3種類の苔を、今回植え込んでいきます。まずは、1つ目沖縄苔、こういったモコモコした結構密集したような感じの、苔ですね。こちらの苔は、下の茶色い部分はもう死んでしまっている部分になるので、上の緑色の部分だけ、生きた苔という、ことになるそうです。なので下の部分を、極力、取り除いて、生きている上の部分だけ使うという感じになります。そして、水でまずちょっと洗ってですね、土や、汚れなどを落としてから配置していきます。きれいにした苔を、少しずつ、レイアウトの方に加えていくという感じですね。苔には、根っこがないので、土に、埋める必要はないんですけれども、動かないように、ちょっとこう押し込んであげるような形で、苔を配置していきました。では、1種類目沖縄苔の植え込みが完了しました。結構これだけでも、苔が入ったっていう感じの存在感がありますね。次に2種類目卵苔を、配置していきます。これは、何でしょう、上がこう、綺麗にこう開いた形というんでしょうか、人手のように開いた特徴のある苔ですね。とても、苔らしい綺麗な、形の苔のように思います。でこちらも同じように下の茶色い部分は切り取って、生きている緑色の部分を、配置に使っていきます。こちらの苔は、石の隙間とか、そういった部分にちょっと配置しようかなと思って、レイアウトしていきました。はい、だいたい卵苔の、植え込みが完了しました。そして3種類目大虎の尾苔、こちらは、細長い、タイプの苔になるみたいですね。同じように茶色い部分は取り除いて、緑色の部分のみを配置していきます。こちらはですね、苔の合間、それからレイアウトの右上の方にちょっと中心的に、置こうかなというふうに考えました。これが加わったことにより、石の隙間とか、そういった部分に、ちょっとこう緑がプラスされたような感じに見えますね。はい、植え込みが完了しました。これでコケリウムエサバが完成しました。出来上がったコケリウムには、このように霧吹きで、水をあげるような感じになります。蓋をして密閉状態にすると週に1回ぐらいの、給水で大丈夫なようです。では今回はコケリウムエサバ、アリの、エサバフィールド用にコケリウムを作ったんですけれども、土は2種類、コケは3種類を使っていきました。ただ作り方はとても簡単で、順番に配置を、していくだけという感じですね。結構手軽に作れました。そして、野外にいるような、それから、苔が、結構こう湿度を、必要とするので、森の中にいるようなちょっとこう空気というか、
そういったものが出せるようになるのではないかなと思います。そして今回のこちらの餌場はチューブをですね、太いチューブ、細いチューブ、つなげるようにしてあります。これはですね、大型種と小型種2種類のアリで、このコケリウム餌場を共同で使えるようにできないかという構想があるからです。またですね、このコケリウム餌場に実際にアリを入れた様子、これもまたじっくりと観察していきたいと思っておりますので、こちらもまた楽しみにしていてください。ということで今回はコケリウム餌場の制作編をお届けしました。